こんにちは、マサです。今日はハードランディングが来そうっていう話です。ドラッケンミラーさんは資産が1兆円ぐらいあるんですけど、彼がこう言ってるんです。来年末までのハードランディングが当社の中心シナリオだと、昔はジョージ・ソロスのヘッジファンドでファンドマネージャーやってたんです。今は自分のファンドを持ってます。その彼が 今後10年間の株式市場は今と同様の水準で推移すると言ってるんです。ハードランディングが来るっていう想定ですからこうなるんでしょうけど、10年っていうのは長すぎますよね。なんでドラッケンミラーさんはハードランディングが来るって言ってるかというと、金融緩和をやりすぎちゃったよねって言ってるわけです。 つまり給付金なんかをばらまきすぎちゃったから想定以上にインフレが上昇してしまったとその結果アメリカの中央銀行は0.75%の利上げを3回やって次もまた0.75%になるだろうとつまり急激な金融引き締めで景気が悪化するって言ってるわけですこんな詳しくは言っていませんけど そういうことなんですよ。今日の時点で、11月の FOMC で0.75%の利上げを62.7%織り込んでます。欧州連合もインフレが止まりません。総合が10%、コアが4.8%です。欧州連合も次回の会合で0.75%の利上げになると思います。 こんな感じで世界は物価上昇と金利上昇で苦しんでいるんです。利上げをしても効果が出るまで時間がかかりますから、それまで国民はつらいです。日本はデフレギャップが解消しないぐらいの財政出動しかやっていませんから、そこまでインフレはひどくありません。もちろん円安と国債価格の上昇で多少はインフレになってます。 ですから、まだまだ消費減税やったりして、物価を下げる余地があります。では以上です。ご視聴ありがとうございました。